ついにここまで来ましたね。ええ、思えば天下のためとはいえ、私は数知れない命を巻き添えにしてしまいました。しかし、すべてはこの時のため。戦乱に散った将兵よ、私たちに力を。北伐に乗り出した蜀は、幼少外廷で魏軍を返り討ちにし、漢中の地に足がかりを得る。それは北の大国魏の牙城を崩さんとする蜀にとって意義ある勝利であった。すでに呉が滅びた今、蜀は漢王朝再興という大義のもと魏の討伐へと乗り出す。一方の魏は、これを返り討ちにするべく芝居に大軍を預けて西へと送り出した。天寇12年、軍勢を率いて漢中に赴いた諸葛亮は、大地の五条原に陣を敷き、最後の戦いに臨む。魏と蜀が、そして二人の奇才が、ここに雌雄を決しようとしていた。今こそ魏と蜀を決する時です。各部隊、敵を誘導しつつ本陣を目指せ。
わせ願おう。私たちも頑張りましょう。まだ余力があるというのですか。死に急ぐとはバカなやつめ。
に合わせ潰すぞ。まだ余力があるというのですか。芝居殿、待っております。早く計略を競わせましょう。そのような挑発に乗るか、バカめが。これは上将がお作りになった木牛か。まずいか。撃ち取ったり。我らも遅れを取るな。
Let's go.
我が軍を抜けると思うですか。そなたこそ万夫不当の豪傑と言えましょう。もらった。そなたこそ万夫不当の豪傑と言えましょう。私の野望の礎になってもらうとするか。我が軍は抜かせんぞ。